どうもマクロジョンです。今回は以前より気になっていた水星ホビーカラーのシルバーとパールホワイトをお伝えします。なんかシルバーは特に綺麗な塗料らしいですね。ということで、ブラックを塗装したスプーンにて出来栄えを検証していきます。アクリジョンとの比較を行うために、スプーンの半分半分にアクリジョンと今回購入したホビーカラーを塗装して比較します。まずはアクリジョンのホワイトを塗装しました。希釈率は指定の10対3ぐらいです。左半分にアクリジョンのホワイトを塗装していきます。かなり厚めに塗装しております。これだけ塗装すればいいでしょう。綺麗なホワイトですね。次に別のスプーンにアクリジョンのシルバーを塗装していきます。シルバー、いい色ですね。アクリジョンの中では好きな色です。さあ、それでは水星ホビーカラーのホワイトパールを塗装していきます。比較対象はアクリジョンのホワイトとなります。それにしても大変綺麗な色です。輝きが素晴らしいですね。拡散していて思ったのですが、だいぶサラサラしております。水星ホビーカラーは教科書通り1対1にて水で希釈しました。それでは塗装していきます。なかなか塗料が乗りません。ホワイトパールという塗料だったのでホワイトかなと思ったのですが、どうも違ったみたいです。よくよく塗料の瓶を確認したところ、コートという記載がありました。この塗料は塗装の上から塗るものなのですかね。次に水星ホビーカラーのスーパーファインシルバーを塗装していきます。大変綺麗な塗料です。きめ細やかさが塗料ににじみあふれてます。こちらも1対1にて希釈していきます。ホビーカラーは水での希釈なのでなかなかのコスパです。この状態でもきめ細やかさがあふれ出ております。さあ、実際に塗装していきましょう。出始めはアクリジョンシルバーと同じような感じです。塗料のノリがいいですね。しかしながら塗装しているうちにきめ細やかさを実感していきます。先ほど塗装したパールですが、コート用だったためホワイトの上から塗装してみました。さあ、塗装が終わったので比較していきます。まずはアクリジョンホワイト対水星ホビーカラーパールです。もはやシルバーですね。黒の上にパールを塗装するとシルバーになるようです。ムラありますがなかなか綺麗な色です。次にアクリジョンシルバー対スーパーファインシルバーです。左がアクリジョン、右がホビーカラーです。スーパーファインシルバーいいですね。きめ細かいです。キャンディー塗装に使えそうです。こちら水星ホビーカラーのパールです。左がアクリジョンホワイト、右がアクリジョンホワイトの上からのパールです。パール塗装なかなかいいですね。先ほどの水星ホビーカラーシルバーにしろなかなかな塗料です。さあ、今までの比較動画を画像にてご覧ください。今回購入した水星ホビーカラーのシルバーとパールいいですね。今後アクリジョンと一緒にいろいろ使えそうです。
したでしょうか。今回は水星ホビーカラーの気になっていたスーパーファインシルバーとホワイトパールをお届けしました。もはやアクリジョンではないのですが、アクリジョンと一緒にこれらを使用することでプラモデルの出来栄えが一層に映えそうです。今後これらの塗料を使用してかっこいいマクロスを仕上げていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。